沢尻さんにニフモの CM に出演していただく。どうぞおかけください。本日はお忙しい中ありがとうございます。私ニフティ株式会社の丸山と申します。沢尻さんにはニフモというサービスのイメージキャラクターとしてぜひ CM にご出演いただきたいということで今日お時間をいただきました。とは言いましてもニフモというサービスが実際どういったサービスなのかご理解いただかないと我々のオファーも受けていただけないと思いますので今日は分かりやすくご説明をしていきたいと思います。それではまずはじめにニフモの最大の売りであるバリュープログラムについてご説明をさせていただきます。これは提携しているネットショップでお買い物をしたりアプリをダウンロードしたりすると割引還元するよというものなんです。つまり使えば使うほど携帯電話の料金が安くなるそういうサービスです。これがどれくらい嬉しいサービスなのかを目で見て分かりやすく説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。入ってきて。ニフティ入社7年目の山本と申します。よろしくお願いします。それでは、沢尻さんが例えばネットショップで買い物をしたとします。このペットボトル、どれを買いましょうか。どれを。はい、こちらにショップの番号がありますので例えば番号を選んでいただきます。じゃあ3番で。3番。はい、3番。例えばこちらのショップで買い物をしました。はい、買いましたと。そうしますと見てください、この鼻の動き、これが還元です。携帯電話の料金が安くなりました。はい、続けてもう少し買ってみましょう。いくつか選んでみていただけますか。そうですね、はい、じゃあ129を。129。はい、129お買い上げいただきました。はい、買いましたと。ご覧ください、これが還元です。携帯電話の料金が安くなります。まとめて2本買います。いきますよ。はい、見てください。これが携帯電話が安くなっていく様子です。じゃあ最後まとめて。じゃあまとめて、あ、じゃあ16と30と17。16と30と17、結構いきますね。はい、じゃあ最後買います。見てください、いきますよ。はい、買いましたと。あ、鼻飛ぶ。このようにニフモは買えば買うほど携帯料金が安くなるんです。また続けて沢尻さんがネットショップで買い物をしたとしましょう。このお店の中どれを買いましょうか。1と、じゃあ7を。1と7。こちらお買い上げいただきましたショッピング、いきますよ。そして1ですね。はい、こちらこのような形になっております。はい、いきますよ。はい、どうぞ。辛い。まだ大丈夫。失礼しました。もう一度お買い物しましょう。全部で。全部で、全部で、まず全部入れてみます。はい、もう一つぐらい全部入れてみますね。はい、あ、これは辛いな。見てください、こんな状態です。これは辛い。行ってみましょう。この辛さです。この辛さが還元なんです。携帯電話の料金がどんどんと安くなる。はい、どうでしょう、バリュープログラムについてご理解いただけましたでしょうか。まだいまいちよかった。驚愕、
20代から50代の女性でネットショッピングをスマートフォンでしているのはなんと3人に1人。リフモバリュープログラムはそんな方を応援するお得なサービスです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマホ、タブレットでご覧の方は、動画説明文にあるチャンネル登録のリンクをタップして登録してください。PC、パソコンでご覧の方は、画面の赤いボタンをクリックして登録してください。商品についての記事を読む方は、青いボタンをクリックしてください。またのご視聴お待ちしております。